あれ大丈夫か。はい、それでは小園海斗選手の代表インタビューをさせていただきます。小園選手、どうぞよろしくお願いします。お願いします。契約更改ということですけれども、はい、今日小園選手はサインはされましたか。はい、サインしました。はい、あの前年と比べて金額の変化というのはいかがでしょうか。1900万アップの4000万で、はい、契約させていただきました。あの契約更改の中で球団から小園選手にはどんな言葉がありましたか。やっぱりセンターラインショートとして1年間やってくれたっていうのを多くにこう評価していただいたんで、そこはまずは、はい、あるかなというふうに思います。はい、まあ、来シーズン完全にあのチームが新しい体制になっていくということになりますが、はい、そこに向けての話というのは球団からはありましたか。そうですね、あの新しいチームになるので、やっぱりこうガラッと変わると思いますし、やっぱり機動力っていうのを話があったんで、そこの話っていうのをいろいろさせてもらいました。機動力の話があった。はい、はい、その点についての小園選手の意気込みというか気持ちというのはいかがですか。やっぱりこう走るっていうのは本当にこう大事なことですし、やっぱりあのいいピッチャーだったりこう、崩していくのにはやっぱり盗塁というのが必要なんで、僕もこう走っていけるようにこう練習からやっていけたらなというふうに思ってます。で改めてなんですが、はい、球団からは1年間戦ってくれたという評価がありました。はい、2022シーズン、ご自身で振り返ってどんな1年でしたか。やっぱり前半戦が苦しかったんで、やっぱり苦しかったなというふうには1年間通して思ってます。まあ、前半戦の苦しんだところもあったというところですけども、ただ後半戦こう巻き返してというところもありましたけども、はい、ご自身の成績というところは見てどんなことを感じますか。あの成績に関しては全く満足してないですし、あの盛り返せたっていうのは自分の成長につながるかなと思うので、そこはあるんで、まあ、最初からこううまくいっていればもう少し違ったのかなと思うので、そこはこう、まあ、自分の責任でもあるんで、まあ、来シーズンはしっかりとスタートから出て、結果っていうのを求めてやっていけたらなと思います。まあ、あの振り返ってみればオールスター初出場というところもありましたし、はい、試合数であったりホームラン打点というのも、はい、キャリアハイというところも記録されましたけども、はい、どちらかというとこの悔しさの方が強かったシーズンというところでしょうか。まあ、そうですね、やっぱチームが全然勝ってないので、やっぱりそこが最優先になってくるんで、やっぱりこう満足してないっていうふうに思います。はい、先ほどあの機動力の話もありましたけども、はい、今年のこの経験を通して今小園選手ご自身が持っている課題であったりとかテーマというのはどんなものがありますか。まあ、課題はまあ全部なんで、そこは分かっていることなんですけど、やっぱり盗塁っていうのが全然走れてないので、まずそこからしっかりやっていきたいなというふうに思いますし、まあ、バッティングも守備もまだまだこう成長する部分もありますし、こう前半戦のことを考えると、やっぱりあのままだったら本当に2軍に落ちても普通におかしくないなっていうふうに思うので、やっぱりこうレギュラーとして やっていくには結果っていうのも内容もそうですし求められると思うので、そこのこう気持ち作りもそうですし、メンタルっていうのもやっぱりあの大事にやっていけたらなと思います。まあ、レギュラーとして戦っていくという来シーズンを考えれば、来シーズンがその3年目というところにもなると思いますけども、はい、そこに対しての思いというのはやはり強いですか。やっぱりそこもあの球団の方から本当に3年目も勝負やぞって言ってもらったんで、本当にそこが3年出てまずレギュラーって言われると思うんで、それ以上のこうやっぱり結果っていうのを出して本当にレギュラーっていうのを勝ち取りに行けたらなっていうふうに思います。チームがあの新井新監督の就任もあってですね、はい、まあ、小園選手と入れ替わりで新井選手がこう引退されましたので、はいはい、同じユニフォームを着て過ごすというのは初めてになると思いますが、はい、新井新監督の印象というのは小園選手いかがですか。そうですね、あのキャンプちょっと行けてないのでお話ができてないんですけど、まあ、自分の中ではちょっとあの別の話になるんですけど、やっぱりちょっと阪神タイガースのイメージがちょっと強いので、僕も関西住んでたんで、やっぱそのイメージが強くて、やっぱりこうその時からやっぱ勝負強い打撃っていうのをずっとされてたなっていうイメージが本当に強いので、ちょっと別の話になってしまったんですけど、やっぱりそういう選手に僕もこうカープになっていきたらなというふうに思ってます。どうでしょうか、こう年が明ければその新生新井カープというのが動き出していくと思います。
あのもちろん球団からもご自身もそしてファンからもですね、小園選手にかかる期待というのは本当に大きなものがあると思うんですが、はい、新井カープにおいてはどんな役割を果たしていきたいですか。そうですね、やっぱり僕来てからはやっぱり順位ちょっと良くないんで、はい、ドラフト1位取ってからなってから1位になってから、そうですね、悪いので、はい、来年こそはやっぱり自分優勝したいなっていうふうに思ってるんで、やっぱりその中にこう一員としてやっぱり貢献できたらなっていうふうに思ってます。例えば打順構想でいうと1番案がこう浮かんだり3番案が出たりとかそういうのもいろいろあると思うんですが、そのあたりのこだわりであったりこのあたりの仕事をしていきたいというのはありますか。こだわりを言えるまだ、はい、打撃できてないんで、はい、まずは、スタメンで出るっていうのを目標に、はい、やっていきたいなと思います。そんな勝負の来シーズンに向けてというところですけど、オフももう本当に2ヶ月を切ってきてと、はい、残りというところになりましたけど、どうでしょうか、2月1日に向けてどんな過ごし方をここからしていきたいですか。やっぱりこういろいろイベントとかあるんですけど、それ以外は絶対ちゃんと練習して、体を動かすっていうのは忘れずに、やっていけたらなというふうに思います。はい、先日あの小学校で指導されるというシーンもありましたけど、はい、その野球をやっていきたいという子どもたちと触れ合った時間というのは何か思い出したりとか何か大きな経験になりましたか。やっぱり僕が小学生だったと考えた時に嬉しいと思いますし、プロ野球選手にこうまず喋れる、こう会えるってだけでも嬉しいなと思うので、やっぱりそういう存在になれてるっていうのは本当に大きいなと思いますし、本当に野球本当楽しいので、野球このやってほしいなっていうふうに思いながら、はい、やってました。はい、本当に来シーズンというのは小園選手のプロ野球人生においても本当に大きな1年になっていくと思います。改めて2023シーズンどんな1年にしていきたいですか。やっぱりチームも変わりますし、本当に監督も変わってこうまた新しくなると思うので、絶対に優勝っていうのを、皆さんに、お届けできるように、必死になって、がむしゃらに頑張りたいと思います。はい、小園選手ありがとうございました。ありがとうございました。代表から以上でございます。